ちょっと待って、俺ね、衝撃の事実に気づいちゃって、衝撃の事実に気づいちゃって、あのー、顔がちょっとおかしくなっちゃう前のホンダがさ、山田久志さんにめっちゃ似てないねえ。これサッカーファンに怒られるかな俺、や、山田久志じゃんって思ったんだけど、マジで。ちょっと、その写真、誰かさ、昔のさ、ケースケホンダ、 張ってくんねえかマジで似てっから。俺ビリったよ。はと思って。山田さんじゃんと思って。あ、<laughs> これか。<laughs> ちょ、お前ら似てたら謝れよ、俺に。ははは、めっちゃ似てるおいこれ、あれなんじゃねえの息子なんじゃねえのなあ。あの人実は隠し子なんじゃねえのバカ、めちゃめちゃ似てるぞお前に今似てないって言ったやつ、本当に謝れよ。これ見ろ <laughs> 山,山田さんじゃん、これなあ。 おい山田さんじゃん、明らかに似てるだろ <laughs> ちょっと似てるだろ <laughs> ちょっと似てない <laughs> ちょっと似てない <laughs> お前、ちょっと待って、山田さんの、じゃ山田さんの顔見せろ山田さんの顔 <laughs> お前、お前それで、お前ホンダファンに怒られるちょっと金髪に加工しろお前それでや、ホンダファンに謝るよって言ったら山田ファンが黙っていねえから、どんでにてちゃいけねいんだよって。 お前、それを、こっちの方が似てるぞ。ちょっと待ってな。あははほら、めっちゃ似てるじゃんえ、山田さんじゃんってこと俺見てたんだけど。ほら。めちゃめちゃ似てないちょ、ちょっと若い頃の山田さんにめっちゃ似てないに、ちょっと似てるよな。 ほら <laughs> 似てるじゃんめっちゃ似てるこれ親子だろ明らかになぁ親子だろうが絶対そうじゃん本田圭佑じゃん山田さんメガネ外したら絶対似てるから似てないか 俺だけがくすぎ、お <laughs> もやさんにしか見えねえんだけど。<laughs> ちょっとさ、じゃ、この髪この髪にさ、こ、これ、この顔当て込んでメガネかけさせてみてよ、ちょっと。俺似てると思うんだよなぁ。すごい。中谷の方が似てる。ちょっと中谷見せて。い <laughs> 中谷見せろ。<laughs> よくいる顔なのかもしれない。あ、中谷行った。えへへへ全然似てない <laughs> 全然似てない <laughs> 小島店員似てる <laughs>。小島店員じゃん。これ。これ小島店員だよ。これクソ似てっから、小島店員に。中谷と。お前、小島店員の顔貼れ。絶対似てるから。小島店員。もしかしたら、こっから取ったのかもしれないな。プレイボールは。は <laughs>、ほらめちゃくちゃ似てんじゃねえかよめちゃくちゃ似てるじゃん。 小島店員だったんだな中谷は。山田とノエルが似てる。<laughs> もしかしたら子供なのかもしれないな。子だからに恵まれてるのかもしれないな。子だからに恵まれてるのかもしれないな。今、今しか、<laughs> 山田と、ほんのこれ早くね。 おいお前ら謝る準備しろよ俺においホンダファン謝る準備しろよ俺にマジでどっちかわかんねえかんなこれおいどっちなんだよこれおいどっちだよこれどっちおいどっちどっちが正しいか言えよ マジ、え、顔半分これ山田さんこっち。<laughs> これ顔半分はいマジで区別がつかないと。はいマジで区別がつかない。マジでどっちかわかんない。これがコラ、コラージュになるかどうかもわからない。ケースケホンダじゃねえか、久し山田だろうがよ、これは。これ。<laughs> フュージョンしてんじゃねえかよ。<laughs> 牛沢も入ってきた。 牛沢もこ、こ、こ、山田さんと、本田さんやってるって牛沢も入ってきたな。なんでもありじゃねえか、もう。<laughs> 逆バージョンは似てねえんだよ。逆バージョンは似てねえんだよ、逆バージョンは。これ無茶あるじゃん。これ違うじゃん。これ、ただえ肝人じゃん、これって。これ、なんかこれノエルじゃん。これノエルじゃん、これは。これノエルじゃん。 さっきのやつがめちゃめちゃ似てたじゃんね。<laughs> これ、村上信五じゃん、これ。<laughs> これ違う。これ違う。さっきのやつが似てる。山田さんがホンダ、久志あ、ホンダ久志じゃね。ホンダ、ホンダ圭介に <laughs> 似てるってだけで、逆は俺の中の、その科学、科学的なものだから。不科学的なものだから。一方通行。一方通行なの。